あの横山大観といえば富士なんですけども、えー、横山大観は富士めっちゃいろいろ変化するんですよ書いてるんですけどその中でも代表作的なのがこちらになりまして。あのー デザインチックだよっていうのリンパを、えー、この近代の間って途中ぐらいからめちゃめちゃみんな勉強しだすんですよ。というのは写実をいくら追いかけてってもなんか西洋のモノマネでしょ結局みたいな雰囲気もあったりしてねあのそれを凍り越した、えー、さらに一歩あるなんか日本のアイデンティティ的な画風ってあるんちゃうんかっていろいろ探してるとこういう工芸的なデザインチックなんてこれこそザ・日本じゃないんかみたいな発想になって、えー、リンパをめっちゃ勉強するっていうのがで 結構あのブームになったんですよ。で横山大観はもめっちゃリンパを取り入れるようになって、えー、描いたのがこちらの富士。めっちゃデザインチックでしょ。ね。あの金の屏風に富士山ズドーンで雲モクモクモク山ポンポンポン以上みたいなね以上ですけどでもなんかすごいなかっこええなって思うじゃないですか。